日本中央競馬会に登録されていた競走馬。主な勝ち鞍は2011年の安田記念、2010ディープインパクトの初年度3区の一頭である。馬名の由来は本物の衝撃で両親の名前より連想。東西寺に生産者であるノーザンファーム代表、吉田克美と一口橋法人のキャロットクラブ代表、手島隆一によって2009年のセレクトセールに上場されたものの、買い手がつかず3000万円で終取りとなった。そこで、セレクトセールにいた調教師の堀信之に声をかけ、同クラブで4000万円で募集された。2010年6月に函館競馬場に入厩。当初は夏開催でデビュー予定だったが、ゲート試験に合格後に疲れが出たため放牧に出された。9月に再度入厩後、順調に調教を積み、10月の東京競馬場の2歳新馬戦で、後藤弘樹を鞍上にデビュー。圧倒的一番人気に支持され、レースも3馬審査で快勝した。次走の京王杯2歳ステークスでは、中団から馬群を割って追い込むが、外から伸びたグランプリボスに3、4馬審査をつけられ2着。さらに朝日杯フューチュリティステークスでは、フランシスベリーに乗り換わり、直線最内から伸びるもゴール前で再度、グランプリボスにかわされ2着に敗れた。落鉄市中に舞う蹄鉄レース後は、宮城県の山本トレーニングセンターに放牧に出されたが、3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震に遭い、同トレ戦での調整が不可能になった。このため、3日後に美保トレーニングセンター近郊の牧場に輸送された後、3月18日に美保トレ戦に帰厩した。この影響で調整が遅れ、初戦のニュージーランドトロフィーでは、内田博之を鞍上に迎えて、挑むも11着に敗退した。レース後は、調子が上向き順調に調教を重ね、NHK マイルカップに臨んだがスタートの出負け、直線で前が壁になるなどスムーズなレースができず、内から伸びてくるも3着に敗退。3度グランプリボスの後陣を拝する。この時点で、東京優駿に出走可能な習得賞金を保持していたが、距離適性を考慮して、日本ダービーの出走登録を見送り、あえて小馬相手の安田記念に出走。9番人気の低評価ながらも、戸崎圭太を鞍上に3、4番手で進めると直線で抜け出し、右前足を落鉄しながらも最後は、同級者のストロングリターンの追撃を首差抑え、1分32秒0のタイムで勝利した。同競争において出走した3歳馬は、当馬のみで、2004年の名勝ボーラー以来7年ぶりであった。3歳馬による安田記念勝利は第2回のスイス以来59年ぶり、1984年のグレード制施行により安田記念が GI に指定された1984年以降では初の3歳馬による勝利となった。また、グレード制施行以後に小馬 GI 競争で1勝馬が勝利したのも史上初である。夏の休養明け初戦となった毎日王冠では、岩田康生を鞍上に3番手追走から直線で、一旦先頭に立ったが、外から追い込んできた、ダークシャドウにかわされ2着に終わる。マイルチャンピオンシップに、福永祐一騎乗で1番人気で出走、好位で足を溜めたが直線で伸びず5着に敗退。阪神カップも福永が騎乗し、道中では3番手を追走したが、直線で進路が開かず、ライン内で詰まってしまい10着に敗退した。2012年初戦は2月26日の中山記念。道中好位の3番手につけたが直線で差を詰められず3着。続く4月22日のマイラーズカップでは1番人気に支持され、道中中団を追走したが、直線で失速し18着と、殿負けに終わった。連覇がかかった6月3日の安田記念では2番手に位置し直線で一旦先頭に立つも6着に敗れた。秋の初戦10月7日の毎日王冠は道中4番手を追走、直線では引けるような反応はなく、徐々に差を詰める程度で4着に敗れた。続く11月18日鞍上を岩田康生からアールムーアに代わって挑んだマイルチャンピオンシップでは、スローペースの中5番手を追走、直線を向くも伸びずにそのまま5着でゴールした。2013年初戦は2月3日の東京新聞杯で、鞍上はデクラン・マクドノー。外から好スタートで先段4番手につけたが、その後直線で失速すると馬群に沈み11着に終わった。次走2月24日の中山記念は、道中シルポートが大逃げを打つ展開で後方を追走、最後見せ場もなく8着に敗れた。3月31日のダービー京チャレンジトロフィーは、積極的に前を行く作戦で4番手を追走、しかし直線でギアが上がらず12着に敗れた。約6ヶ月半の休みを経て出走した、富士ステークスで2着と好走。マイルチャンピオンシップでは10着に敗れた。続く、阪神カップで逃げ切り勝ちを収め、安田記念以来、約2年6ヶ月ぶりの勝利を挙げた。2014年は、初のスプリント戦となる、オーシャンステークスから始動し8着。高松宮記念では不良馬場で力を発揮できず9着に、敗れた。再びマイル路線に戻り、安田記念に出走したが、高松宮記念と同様に不良馬場が合わず13着と大敗。夏は休養し、コパのリチャードとの叩き合いを制し、連覇を達成した。2015年は、オーストラリアの G1 ドンカスターマイルに参戦することとなった。現地初戦として、G1 ジョージライダーステークスへの出走を決めた。レースでは先手を取る展開で、直線に入ってからの叩き合いを制し優勝した。続く、ドンカスターマイルでは2着に敗れた。帰国初戦の安田記念と秋初戦の毎日王冠は、共に12着に敗れ、マイルチャンピオンシップでも8着に敗れた。11月28日付で競走馬登録を抹消した。競走馬引退後は2016年より種牡馬となり、社台スタリオンステーションでつなぎをされる。同年のシーズンオフからは、シャトル種牡馬として、オーストラリアでつなぎをされる。2019年のファーストシーズンサイヤーランキングで3位となる。初年度3区からラウダシオンが NHK マイルカップを勝ち、初重賞かつ初 GI 制覇となった。2021年より優駿スタリオンステーションでつなぎをされることになった。ありがとうございます。